こうやってウィーンウィーンウィーン、コア投入、コア投入、そういうことなんじゃないの。アクダムやん、アクダム。ここ何に繋がるんだろう。アクペコ部屋、アクペコの絆は永遠。アクアイラパレットは、あてあら痛いな、頭の中は君ばっかっていうかなったな。え、すごい、やばい、アクターの絵が重い。これ外側も大変だっただろうに、音符ブロックも大変なのに、これ何回でも聞けるじゃん、ここで赤色パレット。最近 LINE さん、最近 LINE してるよ。また飯行こうっちゅって話をしている。お、おー、おー、あ、すごーい、こんにちは、来たよ。これすごいよ。あ、なんだ、なんだこれ、もしや、裏同人誌か？ペコラリウム来た！それは、ノウサギの心の中に。え、白紙なんだが。みんなこれ、裏同人誌。偽物、ふざけんなよ！ペコーラも偽物捕まされとるよ！お前、ふざけんな！おい、海賊版回ってる、本当持ってこい、本当のやつ。なあ、持ってんだろ、誰か。多分どっかにあんだろうな。これか。え、芯もある、素晴らしい、読ませてもらおう。あ、すごい、ペコラリウム、ホロライブアンオフィシャルファンブック。私、オーダーを聞いてもらうの、すごく楽しみにしてたのに。もう知らない、大大大嫌い、バカが。ペコラは目に涙を浮かべて走り去っていく。苦くて、重くて、どんよりとした気持ちが、あ、気持ちが胸に広がる。ペコラが泣きながらいなくなると同時、無音の空間が僕を包み込んだ。上下の感覚もなくなって、まるで、暗闇を漂っているようだ。暗い、寒い、怖い、そんなたくさんの負の感情に胸が押しつぶされそうになった。大切な何かをなくして永遠に手に入らない、その喪失感とともに僕の世界は弾けた。いつもの夢か。ベッドで飛び起きた拍子にずれたスイーツを握りしめ、手や足を動かした。体に異常がないことを確かめて呼吸も安定してきた。大丈夫、何も忘れてはいません。僕の名前はのうさぎどうさだ、うさだ家の長男。ここは僕の部屋、今日は1月12日。ああ、うん、大丈夫だ、全部覚えてる。額から滴る汗を拭きつつ、何度も自分に大丈夫と言い聞かせる。悪夢を見てしまった朝はいつもこうだ。夢の中での喪失感がこうして現実の僕にも跳ね返る。おかげで寝起きは最悪だ。時計はメイドが起こしに来るには少し早い時間、それを確かめてから僕は再び横になった。まだ起きるには早いし、二度寝しますか。もう悪夢は見たくない、そう願いつつゆっくりと目を閉じた。トントン。トントンで1ページ使うのいいな、きたー。ご主人様、起きてます？ご主人様、愛しのメイドマリンが。てかお前かよ。あ、ちょ、ま、は？話が違う。いやいやいや、まだ可愛い戦士の出番が終わってないでしょうか。え、ちょ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 、
のうさぎくんのうさぎくんのうさぎくん起きているかしら。早く返事してくれないと、ラブリービームっていうのを食らわせてしまうみたいですよ、のうさぎくん。メイドであるマリンさんの、あれマリンさん、うん、だよな、多分。声に、何ですかそれと、脳内でツッコミをする。とうとうと返事をしなくてはいけないのに、布団が心地よすぎて、なかなか意識が浮かび上がってこない。困ったわね。起きてこないわ。ハイチュウからね、のうさぎくん。の、うさぎくんって、寝ているみたいね。また寝つきが悪かったのかな。このまま寝かせておいてあげたいけど、そういうわけにもいかないのよね。ペコちゃんも待ってるし。さて、ねぼすけさんを今日はどうやって起こしてあげようかな。きついよ。マリンさんの声に強烈ないたずらの色が混じった。このままではまずいと思い、必死に意識をかき集める。この前は耳元でそっと、おはようって囁いて、その前は首筋を立てって。あ、そうだ！今日はマリンさん、この前教えてくれる必殺技、どうやるんでしたっけ？そうなの、恥ずかしてダメよ。ベッドがギーときしく、きしんで、布が擦れる音が聞こえる。何をしているのかが気になってしまって、恐る恐る目を開ける。ペコラマミ、おい、ペコラマミ出てくんかい。ベッドにいたのはなんと美しいマミーだった。目のやり場に困る彼女の服装は、メイド服をアレンジした母性あふれる姿。何をしているかって、可愛いのうさぎくんをマミーが越しに来たの。マリン様具合が悪くなってしまったの。だから、マミーが代わりに、ね。部屋の隅っこです、部屋の隅っこで、すまきにされている人物を、僕は見ないことにした。まるでボロ雑巾だ。のうさぎくん。はい、忘れてるでしょ？何をでしょうか。そう笑いながらマミーがにっこりと首をかしげる。あ、思わず可愛いと言いかけ、義理とはいえ母親にかける言葉ではないと唇を結ぶ。首を かしげた姿は全くペコちゃんの姉と言っても通じるぐらいに若々しい。もう忘れてるのは、マリンさんがよくふざけてご主人様を起こし過去略作戦を仕掛けてくることを思い出し、僕は赤面する。おはようの、おはようの言葉じゃなくてね。最後まで言わないマミーの唇が妙につやつやとして見えて、僕は、ここから消した、聖ヒロインズより。おい、とんでもねえの作ってんな、マミーを。マミーとのイチャイチャな本を作ってんだけど、シンペコラリウム。おい、シンペコラリウム26ページもある。次回に撮っておくか、これ。シンペコラリウム。おい、真田泉さん、やばい。じゃこれ次回よ、もう。おもろすぎる。次回の楽しみに撮っとくわ。みんなここにペコラリウムあるから。とんでもない。読んだ方がいいよ、これ。びっくりしたわ、普通に。